R.M.H. ラジオマメヒコお聞きの放送はラジオマメヒコです。はい、えー、ラジオマメヒコのお時間になりましたマメヒコの石田です。はい、イカです。あのー、なんだ随分前に影山さんが言い出したんだね。影山さんがさ、うん、このラジオマメヒコの、うん <laughs> ベストセレクションを作ったらどうですかって,って、ねうん、なんか言ってた言ってたよね何年か前にで影山さんって今もう毎週 NHK にも出てるような忙しい人なのに、うん、結構このラジオ聞いてくれてるから、うん、なんか本人の俺たちより全然詳しいんだよね、うん、<laughs> こんな話はな、ね、で本人も出てたしね本人も出てたしね、うん、で「ベストセレクションをやりませんか?」って言ってて「あ面白いね」って言ってたけど、うん まず多分手つくさかったからだと思う,う,、ね、うんですけどあれをいよいよ本腰入れてやろうって話が出てますね。ああそうなんかさ「ポツポツさ、うん、来るんだねそういうお便りが」。「そうベストセレクションを楽しみにしてます」とか「うん、あ,あそんなことあったな」みたいなそれとか「これこれこの回が面白かったです」とか。あのねこのベストセレクション、うん、その まあ、ベストセレクションね <laughs> このさベストセレクションっていうのはさ、うんうん、まあベストがあるってことじゃないつかこのラジオにベストもワーストもあんのかなって思うんだけど本当 <laughs> だからいいも悪いもあんのかっていう判断基準で <laughs>、うん、あのー、つまり基準がないよね、うんまあ、なんなんだろうねまあでも 自分で言うのもあれだけどさうん、うん、もう止めどなく果てしなくくだらない話に終始して、うん、なんかめっちゃ面白かった時もあるしあ、うん、あるある,あるまあ一方なんかどこからか流れが変わってよっちゃんが最終的にすげえ深い話になってるってこところもよくあるじゃん。そういうこともあると思うんだけど、うん、あのー、これもう自意識の問題だと思うんだけど。<laughs> はい 俺はほら前から言ってるみたいにこの自分のラジオを聞くっていう経験はほとんどないからそれ嫌いだもんね大っ嫌い自分の声が聞くだけでううってなるしかかるる自分の写真なんかは最近さエレベーターってありますよ僕もね一応渋谷で働いてますからエレベーターってさ最近さ 防犯カメラがついてんの？ああ、ついてついてる。てる高い確率でついてるよね。結構ついてる。ついてついて、タマプラの駅のエレベーターなんかさ、エレベーターのとあの前にモニターがついてて中の様子がずっとわかる、ね、そうなの。うん。そういうのがあるわけよ。あ、はいはいはいありますね。つまりなんかこう押しボタンの上にモニターがついてて、自分が映ってるってことある,のあ,ある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 。そうするとさ、うん。 俺結構毛薄くなってきたって <laughs> 上から映してるからねすごい自分で見たことのない角度から自分を見ることができることがあるのよね <laughs> うん、うん、そうするとさまあお前なんてもうすっかりないから別に薄くなってきたも濃くなってきたもないけど <laughs> でもやっぱ自分で普段見ない角度から見ると、うん、俺めっちゃ太ってんじゃんとかいやそうよ、うん、だ俺なんかその斜め左上とかから俺が見るとね、うん、なんか 前からは全然ね、うん、俺なんかハゲるなんて一緒ねえなと思ってるけど、うん、斜め上の防犯カメラから見ると俺は <laughs> あれモニター上でも確認できるぐらいなんとなく濃くはないなっていう情報が返るじゃない,ゃない、うん、もうそれだけでエレベーター降りてそのまま死んのうかと思うんだよ、ね、<laughs> タマプラの駅で死んでもいいっていう <laughs> 知りたくもない情報だよねそう、うん いいやそのぐらい自意識過剰なんだと思う、うん、自意識過剰っていうのがあれか分かんないけど、うん、自己嫌自己嫌悪とも違うな同族嫌悪とも違うし、うん、でもなんかその,自分の客観的な情報つまりそれは多分自分の中にもっとこうありたい、うん、ああそういうことでね、うん、なんならもっとこうなっているはずだ、うん、とかなっていると思ってたなると思っていた、うん、っていうところが、うん、その 第三者カメラからすると、いや<う>結構強、甘えを許さないか、らセキュララに現実を突きつけてくる、ねララ、いや酷はないよとかね、いや別にその防犯カメラに限らずだけど、うん、あって、うんうん、でこのラジオなんかも、うん、いやもう本当にくだらないからねとか、<laughs> 本当に声高いからねとか、うん、なんか深い,い話だと思って っって喋って喋るるけど深くもなないいいかからねとかいう情報が伝わるじゃない <laughs> だからなんかこう自分の文章をリライトするのもあんま好きじゃないしとにかくそういうことに対してが足りないわけよ私はだからそのベストセレクションって言われてもまあ自分でこうやって出しっぱだからまたちょっと汚い話するとこれまあ便なわけじゃん。

その中でベストを形が良かった場合何何なの分かんない色が良かったみたいなことを並べてねさあ自分のしたうんこの中でベスト10本をこのコーンの配列が絶妙だとかっていうことをやるようでいてそんなものはもう流してしまいそう。 ね、で現にまあ流してたわけだけど <laughs>、うん、そういうことを思うわけじゃんはい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 ね <laughs> まあまあまあ極端に言えばそういうことだよねいやこの前ね「うん、情熱大陸」見たいや見たってどの回かわからないでねその弦弁について弦弁,弁の先生が出てきたはあ 懸命に情熱を傾けもうすげえ情熱を傾けてる腸内フローラルって,って、うん、腸の中には、うん、まあすごい数のその微生物がいるんだってねこの微生物をこう固めると 1, 1>,、うん、1. 5キロぐらいあるんだって成人、えー、そのなんか腸内菌を菌を。へえ<ー> 腸、まあの菌なんだって蝶の菌の残骸みたいな残骸もしくは生きてるやつも含めてあそうなんだなんだってでその先生は、うん、その日本中いや世界中の腸の菌を集めてるわけ、うんうん、確かに相当な情熱だねそれ <laughs> でしょ、うん、でその研究室の冷凍庫には、うん、ものすごれそうに, <laughs> <庫>に <laughs> これがねタイの子どもたち <laughs> うん大真面目真面目話だでしょでねそれをそのスーパーコンピューターみたいので今調べられるんだってさその菌がどんなふうにねいるのかそてタイの子供もね海を離れた日本でこんな冷凍保存されるとは思わずに提供してくれたんだろうねそれでそういうふうに調べてるわけよそそれでまあなんかの内 菌腸の菌がこれからの,その医療に大きな革命を起こすんじゃないかっていう感じで研究してるわけよ。で実際そのマウスでね実験してみてその太ってる人の腸内菌をその痩せてるマウスに移植したりするとそいつ太りだすの、ね。えー それってすごいことだねでね俺もそれ見ながらお前のことを思ったんだけどもう一つの実験ではある腸内菌の一つを移植するとすごい全部毛が抜けたんだよ。はあそのネズミの。それはさ逆じゃない逆のが欲しいじゃん。この腸内菌を移植するとめっちゃ生えてきたっていうのがいい。 つまり腸内菌がそうういい操作をしてるつまり太るとか太んないとか今は食事制限とかどうとか言ってるけどこれは腸内菌によってそのつかさどられてんじゃないか痩せる太るとか毛が生える生えないなんてことをコントロールできるとしたらとてつもないことだよだからそれは便がその人は大真面目に言ってんだけど便バンクを作りたいって言ってるわけ。 なんかもうゴロが語呂で勝ったも同然だねなんか「便ン,ンク。庫」「<laughs> <laughs> A」のところを「E」に変えれば済むからねそうだねでも真面目な話、うん、もうその「便庫」「ンクに行けば、うん、自分の欲する腸内菌の「便」がよりどりみより、うん、違うえ違うのそうじゃないんだよこの彼が考えてるのは、うん、生まれた時に、うん、その胎児って っていうかまあ、子供ね生まれたばっかりの子供っていうのは腸内菌がゼロになって、うん、ああうんちの色もなんか違うしね母親にかこう守られて出てそれがその母乳を通してとか、うん、その食事を通る,る中でどんどん腸内菌が増えていくっていうことがあるからすこぶる調子のいい時の自分の便を冷凍しておく、うん、そうかそうかそうかなるほどそうすると 例えば今ねお前がじゃあなんだ、うん、血気盛んだった2 4 4の時の便が便バンクにちゃんと保存されてれば、うんうん、あの時が俺うんこ取っておけさえすればそうお前があの時のうんこさえ今あればねそれを腸内そのビ,ビビビってパソコンそのコンピューターで調べると、うん、で今のお前のうんこをその調べるとねあ、はいうん、これがあった 圧倒的に足りてないもしくはこの割合が崩れてるってことが分かるとそうするとここからがまたすごいんだけど25歳のお前の弁からその足りてない部分のやつだけを培養してカプセルにしてあもう服薬服服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 う服服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 う服服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  ね、まあ一言で言えばクソくらいで <laughs> 文字通り、ね、文字通り。うん「石田さん」って言って「はいクソくらいです」って言って <laughs> そのクソを食うと、うん、お前の中にその腸内フローラル25歳の時のお前もその腸内フローラルに近づけることができるんであれば、うん、みるみる毛が生えてくる。しもう痩せてくる。 痩せてもくるかもしれないし。あの頃六十キロ前半だったからね、あのこの。そうでしょう。それかもうなんかモリモリしてきちゃう。モリモリして。ムラムラして。そうか、二十五歳の。腸内フローラルさん、ムラムラしてくるかもしれない。いや、してくるでしょう。腸内フローラ二十五歳。もうおんだから。っていうことがあるかもしれないって、大真面目に考えてる人がいて。だってさ。まあ、肉体。 でまあ腸も含めて肉体自体はこれも年を取れば衰えてくるけど腸内フローラルを腸内,菌、ね、腸内菌をそのままこうなんか保存培養できるとしたらそこだけはその年齢による劣化ってななないいいもんだからこれはねものすごいこれからの医学においてつまり何かの薬を飲むんじゃなくて自分のクソを食らうっていうことがこれからのね

復元ポイントをどこに戻すかっていうのもあるじゃんああ、そうだね。まあ、セーブするようなもんだからね。セーブポイントだから、ね。そう。だから、どこで。セーブするか。うん、そうね。で、どこに戻すか。二十五に戻すのはちょっともうっていう。であれば。<ー>お前の場合、怪我抜け始めた。ええー、二千十二年とか。三 <laughs> 年とか。うん、まあ、二千十三に戻せばいいよってなれば。二千十三年のクソさえあれば。うんうん、少なくとも。そこからお前の間に何が起きたのかは。うん、もう。 一目当然なんだようんこを比べればうんこを比べるでこのラジオの話えっとだからラジオのベストなんちゃらをセレクション選ぶってことはそのクソをねそうだねその今までの年代別のクソをこうやて並べてその中の様子フローラルが一番俺調子よかった いうことをね <laughs> まあそれだからそうやって大真面目に研究してくれる人がいてね、うん「いやよっちゃんあの回のフローラルは良かったよ」と。ねあの「いやいやあの回のフローラルはいまいちだった」とか<ー>つまり俺からすればさ過去のものは全部所詮クソだから出したもんだからその時のコーンの配置って言われても <laughs> なんかそれをありがたがってもねみたいなこといか川さんって天才ですね」って言われてもその時の時配列は天才的 <laughs> そうねまあ本んに何の台本もないから、ね、そ,<う>そんな話に終わるとは僕ら毎回から、ね、だから今のラジオのストックってのは俺らの弁バンクなわけつまりお前はさ弁は残ってしてないけど、うん、毛が生えてた時のラジオは残ってるからね。いや お前なん,だそのなんかそうだったみたいな <laughs> <laughs> いやでもそうじゃないその毛が残ってた頃のラジオから何かを抽出して飲むと <laughs> <laughs> 毛が生え, <laughs> 生えてくるかもしれないじゃない <laughs> 正問的になんかしこうねだけどそれはまあできないけど、うんそうね、結局俺たち からするとこのラジオって、クソだと思ってるから、何の配慮もなく、喋れるし。だからこそ、芸術的なクソが出せる。誰も予想だにしないクソが出ることはあるからね。いやとか クソというのは予想だにしないものじゃん <laughs> <laughs> 予想だにしないクソが出るんじゃなくてちょっと今日はこんなななクソにしてみようかなとかかと思わないからね <laughs> つまりクソというのは予想だにしないものじゃん偶然の産物だからねそうでしょ、うん、その偶然の産物を並べられてどのクソがよかったかっていうのを自分たちでやることはものすごくはばかられるわけよ俺は確かにだから、うん、あのあとこれ聞いてる人から募集したいじゃないですか だから本当はそれも俺的には非常にこうまあクソだからねそう。自分のクソをね過去から掘り出してね、うん、その中の一番良かった配列について皆様から <laughs> って言われるとさ、うん、逆にそこにお便りがついててね、うん、いやあの回のコーンの愛 <laughs> 胸を打たれたいそのあと涙が止まりまいっ <laughs> そうか確かに自分のうんこのコーンの配列について赤裸々に語られるのはちょっとでしょ、ね、ましてやさ泣いてさ、うん、それを繰り返し今でも時々聞いてますって言ったらさ <laughs> 服用していますみたいな <laughs> <laughs> ねいやでも確かに俺が今話してることが誰かの脳内フローラルを改善してるのかもわからないんだよ ね、もちろんこっちはそんなつもりはないけど<う>もしかしたらそういうなんかこうだからお俺らの話が、うん、俺たちの排泄が排泄が誰かの脳内フローラルを改善しているっていうことは、うん、排泄だからこそあるうん、うん、今回のこのベン,ベンクにしても <laughs> ね情熱災リからやったベンクにしても、うん、油断している排泄だからこそ。うん とんでもない情報が含まれているって話じゃないああ、あそうだねだかたかが便だもんねたかが便だけど便、うん、の一番大事なことはすで、うん、にアウトプットしてるって情報だいや、便はアウトプット一辺倒ですよそよそれはインプットしないってことしないよね <laughs> で,も<こ>でもそれをインプットしたらどうなるかって話だもんねアウトプット昔さ、うん、なんかおしっこ飲む健康法とかあったじゃん、はいはい、飲料療法飲料療法 それよりももっとさその科学的じゃない <laughs> まああのこうクソくらいって言われるとね、うん、ちょっとなんか非常にあれがあるけど、うん、それがなんかちゃんとなんか必要なものだけ培養して、うん、カプセルでなんか服用するんですとか言われると、ね、まあ抵抗もないかし、うん、だからこの俺たちのね過去7年、うん、8年のこの、うん。<laughs> たたたままりに宿いやだ,ののだ,だよその声だめをまあこんなこと言うと本当に誰もいっつも集まんない気が <laughs> してきたけどけど、うん、でもそういうことの観点から申し上げれば、うん、俺はこういうことをランキングつけられるのも非常に恥ずかしい。うん、ただ この前の前情熱大陸を見る限り、うん、その排泄しているものにこそ、うん、いろんな情報とうん、うん、いろんな有用な何かがあるかもしれない。だから僕らが出しているものが、うん、皆様方の脳内フローラルに、うん、とてもよく効くんであれば、うん、それはもう大いに利用していただきたい。便でければって思うわけよ。 だからこれ皆さんからそういうお便りを集めたいっていう話だろ。で集めて、うんえー、なんならそのなぜこれがいいと思ったかっていうことも寄せてもらえればそれをなんかこう初めてこのラジオに接する人、うんうん、もしくは、うん、だからそういうことなんだよね。このラジオで 多分ずっと聞きつけ続けてくれてる人はまあ少なからずいるんでしょいるんだろうね。俺はよく分かってないけど。でも多分それは思いがけず突然今脳内フローラルの話までいっちゃうっていうことがすごく自分の脳の中に何か有益なことがあってまあ全部聞いてないにしてもそういう経験をたまたましてだからもうくよくよしてることが例えばあってもこれを聞くと。 なんか元気がが出まししたっていうことがあるわけでしょ <laughs> うん、うん、だからこれを他の人にも教えてあげたいっていう皆さんの声があるんであれば皆さんがどういう形でこれを言う有益だった <laughs>、うん、つまり死のうと思ってたんだけど死ぬ前にそのベンクの話を聞いたがために死ねずにいる。<laughs> <laughs> それすごい高価だね うん、うん、まあ、だから苦しんでるって言われちゃったら、終わり。<laughs> <laughs> でも、良くなったっていうことがあるとか。やっぱり。その。まあ、こういうラジオ、まあ、カフェもそうだけど、うん。何かにやっぱり有用だと。思うものは出したいと思ってる。まあ、まあ、それはそうですよ、ね。それは。無用なものはね、うん、無用な。もの、ただ無用でっていうつもりはないっていうか、うん。 有用だものを出すっていう。つまり、有用だと思って作ったものは案外有用じゃないからね。だから、無用だと思って出したものが有用って、だってことがあるよ。そう、だから、そういうふうに思って、まあ、いろんなことやってるけど。あの、その有用性っていうのは本人にはわからなくて。意外と全然関係ない人から見たら、有用かもしれない。いや、だって、自然ってそうじゃない。 だってなんだろう霊子っていうねあキノコキノコあれって癌にすごい効くとかさ言うじゃない猿の腰掛けとかさでもあれさ癌に効くと思って霊子出してんじゃないもんねまあまあそうだよね当たり前だけど松茸だって別に秋の味覚と思って松が生やしてるんじゃないからね松たさんからしてみたらねそんなつもりはさらさらない全然だからほとんど自然のものって 誰かかのためににななっっってててると思ってやってないんだよねあ確かにね確それが結果的にそうなってるそう全然関係ない第三者が勝手に自分なりの価値観を見つけて欲してくれてるだけだもんねそうでしょトカブトだってさ「これっ!<ー>」と言われる筋合いないよ別にまあそうねでも俺悪くないもんと思っね別にねだ, <laughs> <laughs> だって別にゴキブリだってさあれはね本当に思う理不尽な話だと思うんだよそうでしょカブトムシだったらよくてそんな そんなに悪さしてるわけでもないのに、なんでこんなに嫌われるんだろって思うけど、そんなこと知るかっていうぐらい大嫌いだから、もう本当もうなんかでもうあもうもうもうモヤモヤしてくる。だから有用無用っていうのはその発信で決めることではなくて、そう受け手が勝手に自分の価値観で判断して判断する。だから俺たちが皆さん私たちのが有用ですよっていうのって、その。 猿の腰掛けがうん、うん、俺っっってててんに効きますよって言ってるよ言るうなもだから俺本当は俺たちのこういうものって、うん、無用なものって <laughs> あの有用に使ってくれるならもちろん使っていただきたいと思うしうん、うん、でそれをまあ俺たちがね有用だって。うん 思ってないんだけど、<laughs> いう人がいるとすれば。<laughs> うん、それをまあ、促してもいいのかなっていう。ああ、そうだね。うん、多分、なんか、そのうちホームページで募集かなんかするかもしれないね。うん、だから、うん、その、そうだね、募集であなたの。うん、その好きな会を。うん、とか、なんかを。くださいってやって。うん、で。まあ、この。無駄なストックが。うん、多少なりとも、誰かの。 有用に繋がればいいとは思うけど、うん、まあほんストックだけはもう異様に増えてるからね。うん、アーカイブが、うん、だからそれは募集したいなとは思うんだけどうん、うん、でもさ、でもとは思うのよ。<laughs> うん、それ自分で言っといてなんだけど、うん、本当に有用ならさ、うん、もうなってね。<laughs> <laughs> 確かにね。あでもわかんないからね。猿の腰掛けだってその猿の腰掛けがいいって言われるのには、うん。 何万年もかかかってるからね,あそうだねまだ知られてないだけで、うん、もしかしたら俺たちが毎週出してるこのクソが、うん、もう本当は必要な人がいるかもしれない世界のどこうかにういやそう <laughs> いやだしそのクソクソ言うけど、うん、いや松ツだって松のクソだからね松のクソではないけどまあ <laughs> でないのクソじゃないのあじゃあじゃあ俺たちのラジオをマツと思うかあ うんこって言えるよりはねそうだよなんだよ松 <laughs>、うん、くそっておかしいようんこの香りと松茸の香りだったらそうだ違うからね,ね俺たちの松茸俺 <laughs> <laughs> あなたのお気に入りの松茸,松茸を募集します <laughs> もこれ多分全然あのこのラジオの回聞いた人じゃない人には全く通じないけど, <laughs> けど俺たちがなんかこう偶然出した松茸,、うん松茸 のを並べてもらってどの松茸が一番ほらこの傘が開いてたパターンね短いけど香りが強かったパターンあそう思ったねちょっとこのんか形はよくないけど曲がり具合がちょっと可愛いじゃないですかみたいな。とかねこれじゃまるでドコモだけみたいねとかそういうような募集しよを募集しよう。 このラジオマメヒコという松林から毎週生まれた。あ、いいねえ。<laughs> 全然印象違うんだ、<laughs> さっきとは。 俺たちのこれは松ねお前が一番最初に「ベんだって言うからいやいやこれは「情熱大陸」を見てそれに感銘を受けたからあこういうものでも役に立つんだなってまあまあまあそうだねそっちはねでまあ捨てるようなものでもこんな役に立つっていうそういう話だったからね話だったからそんなまさか自分たちのラジオが「松ツタだなんてね思いもよらないでもあの松ツタだってさ 本当に人間に食べてもらわない限りあれどうしてたんだろうね。本当だよね。人間ぐらいじゃないだってあのありがたがって食ってくれるの。いやだよね。だって別にそんな需要があるとも聞かないし。俺がクマなら別に別にって感じね。禁錮そんなキノコだって腹の足にはなんねえしって感じじゃない？そうそうそうだってキノコってほほぼゼロカロリーな。あそう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 だよね。そんなもの自然界のやつ食べる？いやもうだから身向きもしないんじゃない？でしょ？だから人間だけが 松茸をさありがたかってくれるから、うん、だ,だら俺たちのこれもね松茸になりうるかもしれない、うん、あそうね <laughs>、うん。自然界では何の役にもい <laughs> ゼロカロリーだけど、<laughs> ゼロカロリーだけど、俺たちの松林から出た松茸は誰かの手にかかればちゃんと松の葉の上に並べられて二本で二万円。<ー>だからこの俺たちの本当のベストのさ。うん 5本ぐらいはさはい、はい、売るかあ。そうね、松茸だからね。ね松茸だから、ちゃんと。有料にして。<laughs> 有料にして。二百円ぐらいでいいよ。よあ、まあね、それ、なんも松茸っつっても、ね、ちょっとゼロ多すぎるからね。まあ <laughs>、俺たちのラジオダウンロードするのに、2万円かかったのね。そう、された、こっちがちょっと気が引けね <laughs> ちょっと気が引けちゃう、所詮弁だったからね。<laughs> 便だったら、弁とかして流す、ね。じゃあ、そうだ、だから松茸。<laughs> だから、俺たちの松茸を、うん、まあ、0百円ぐらいで売ってもいいから。そうですね。まあ 税込み二百十六円ぐらいにしちゃってね。<laughs> だからそういう風にしてあのー。 やろうかそれはいいね俺たちの松林から出た松茸それかけるかな伝わるかなでもまあそういうふうなのはいいかもしれませんねそうねはいものは例えですじゃあ募集しよう募集しますまあこれ近々何らかの形で募集するので別に募集に関係なくよくお便りくれる人はいるのでねそうお便り欲しいよねもしあなたのお気に入りの松茸をお持ちの方はぜひちょっとお便りくださいはい